まあ、その自己管理力というかさ、目標に対してやってくるみたいなさ、まあ、そういうのは評価できるから、それは役立つんじゃないかなと僕は思うんですけどね。フランチャイズチャンネル。東大卒がフランチャイズでも有利なんですか？はい、これは少し前にね、はい、東大卒金融マンがということで古川さんのブログを紹介して、はい、ね、はい、ご本人からも連絡がありましたね。まあびっくりしますよね、きっとね。まあそうだよね、言ってないからね。そうね、うん、まあもちろんお騒がせしました。そうですね、はい、僕もちょっと乗っ取りのところを言っちゃったもんだから、まああれはまあ一応この放送でも言ってますけど、古川さんの記事に書いてあるわけじゃなくて、古川さんから話を聞いたわけでも何でもなくて、僕は別ソースからの話で話をしたんですけど、まあそれはびっくりしますよね。そうですね、うん、はい、もしかしてそう疑われちゃうんじゃないかと、うん、ね、ということで、でどうしてもあの回のトーンとしては、はい、やっぱり古川さん優秀だから、古川さん優秀だからレベルが高いからみたいな話にどうしてもなり、まあ、ブログの、もちろんその、うん、まあね、骨子というかテーマもそうなってるから、はい、まあ、あれだけ聞いちゃうと、まあ、林さんも竹村さんもやっぱり東大卒能力、頭がいいと企業に有利っていうふうに思ってるんですかってことなんです。これはどうですかね。そうですね、じゃあ竹田塾のオーナーランキングを、うん、上位から考えていきますと、うん、1位のオーナーさんは慶応ですかね。ですかね、うん、2位が、静岡大学、うん、だね、うん、3位がちょっと分かんないね、不明だね、不明4位明治大学、中退、うん、中退、うん、東大出てこないですね、うん、いや東大もういるんですよ。東大卒のオーナーさんもすごいね、生徒集めてるオーナーさんいるんですけど、うん、とりあえず上位ではパッとね、うん、思いつかないですね。あとはその加盟面談の時にやっぱりね、最近東大京大の人とかいらっしゃるじゃないですか。ね、結構いるんですよね。その時にやっぱりおおっとなりますよね、うん、なんか東大出てる京大出てるって聞くと、まあなんていうか落ちることなさそうじゃない基本は、うん、だってね、なんかこんなこと言うのは変だけど、どう思います？これ難しいよね、いろんなことがぐちゃぐちゃになってるから、うん、まあ、竹田塾だっていうところもあるし、うん、竹田塾ではやっぱり僕は多少は有利だと思いますね。まあそうですよね、うん、で、あとはごちゃごちゃになってるっていうのは、東大卒っていうのはまず本当に頭がいいのかっていうのは、これまた議論あるところなんですよ。で、じゃあこの頭がいいっていうのは、じゃあ企業にいいのかっていう、この辺が全部こういうのってぐちゃぐちゃになっちゃうの ね頭が良すぎるとリスクを考えちゃってね、そういうこともあるし、企業とか挑戦をしないっていうこともあるし、うん、逆にめちゃくちゃ頭いいから、そこも含めて考えて適切な決断ができる方もいらっしゃるし、うん、これはまず竹田塾の場合でいうと、うん、やっぱり大学受験というね、そこのフィールドで、うん、まあ逆転だかどうかわからないけれども勝ってきたというか、うん、まあ、そこの気持ちがわかるというのは有利でしょうね、当たり前ですけど。じゃあそれがなきゃダメかっていうと、全くなくたってできますよね。そうですね、東大卒って言っても1学年3000人いるわけですから、はい、まあ随分差はありますよねと僕は思うんですけどね。でも東大すごいっすよ。そう、いや僕はね、どうしても自分のことを考えちゃうと、うん、僕は高校時代に寮に入ってて、その一応そこに頭がいい人たちはまあいて、はい、でも東大行ったのも僕が知ってる2人ぐらい先輩いるんだけど、はい、もう全然違うんだよね、はあ、だから1人だから寮でもうずっと寝てんだよね、はあ、勉強なんかしない、はあ、でもう1人はもう猛勉、はい、みたいなのが で両方とも東大に行くんだけど、じゃあめちゃめちゃ寝てる方が頭がいいってことね。でしょ、だから、ね、でもそれは同じだよね、東大合格偏差値70いくつみたいな、でそれ一緒じゃないですか、くくる、だからほら分からないというふうに僕は思うね。で唯一だから僕はこの学歴について聞かれると、やっぱりこの高校生のいろんなことやりたい時期じゃないですか、はい、ね、楽しいこともある、エッチなこともある、そういうのを中で誘惑に勝ってなんか一つやってきたみたいな、うん、まあその自己管理力というかさ、目標に対してやってくるみたいなさ、まあ、そういうのは評価できるから、それは役立つんじゃないかなと僕は思うんですけどね。なるほどね。で頭の良さっていうと、いやこれもあります、はい、けど、うん、それが完全に学歴とイコールじゃないですよね。例えば林さんとか見てて、林さんだって受験で数学使ってないでしょ、はい、うん、だから数学あんまり勉強してないんでしょ、
いっぱい予備校に行ったんですよ。予備校に行ったんですよ。だけど別にあの数学的な感覚っていうのはなんかあるように見えるわけですよ。頭の目が細かいんですよ。そうなんですね、うん、でも東大じゃないわけじゃないですか。そうですね、学習院で受験使ってないでしょ。そうですね、けど自分としてはあの頭はね、めちゃめちゃ悪くはないと思うんだけど、やっぱね、そのトップクラスで頭がいい人よりはやっぱ自分はやっぱ頭悪いなってよく思うんすよ本当に。なんでそのぐらいの頭の良さで僕はちょうど良かったなとは思いますね。けどもうちょっとだけ頭良かったらなんか麻雀とかもっと強かったのかなとか、うん、ポーカーとか強かったかなとかね、そういうので勝負できれば。でも僕は頭が悪い人の気持ちも分かるみたいなぐらいの頭の良さだと思います。なんか頭良すぎちゃって分からない人いるじゃないですか。あ、そう、ね、僕はね、頭いい人の話を聞いてそれで頭あんまり良くない人にこうらしいよっていうぐらいの頭の良さだと思うんですよ。だからそこを分かってるからまあ成功するんだよね、うん、でも僕もだからね、中学ぐらいの時はすごい頭がいいと思ってたんですよ、うん、でも行ってみたら、高校行ってみたら全然違うなと思って、うん、まあ、中学時代はこれ八百屋とかね、あの人形屋とかさ、魚屋とかと、うん、そういうやつばっかりの中では頭良かったけどそれは高校行ったら全然俺は頭が良くないじゃんみたいな、うん、なるほどね、うん、でもなんとなく容量だけはいいなみたいな、そういうことは分かってこう来るわけだよね。だから全然なんか雑談みたいな話になってますけど、まあ有利なんですか東大卒はフランチャイズ、うん、まあ、不利ってことはないよね。絶対ないよね。でも、うん、でも東大だからってダメな人だってたくさんいるし、うん、僕はやっぱり、うん、結論的にはやっぱ人間のエネルギーっていうのがやっぱあって、はい、まあ、それをこう、まあ、受験の中でうまくコントロールして勝ってきたっていう、そこは認めるっていうかね、うん、そうじゃないかな。だってそこでもう誘惑に負けて遊ぶみたいな人もいるわけでしょ。おー、なるほどね、うん、そういう時期じゃないですか、うん、だから、まあ、古川さんがあの会で言ったから東大の人はあの FCD 有利ですよっていうふうには思ってはいません。わかりました。はい。